こんにちは、あやです。今回はドラッグストアでの購入品を紹介していこうと思います。それではレッツゴー。はい、ではまずコスメ紹介します。こちらキャンメイクのプランプリップケアスクラブっていうのを購入しました。私は02番のクリアピンクっていうカラーを購入しました。これ実はねもう何回か使ったんですけど、なんかこれ最近すごいよく効くなと思ってて買ってみたんですけど、こんな感じになってて、塗るとねこんな感じで薄いピンクで、スクラブなのでちょっとこうザラザラした感じが若干あるぐらいです。唇が潤うし、これ1本だけでもピンク色っぽくなるので、潤うしちょっとピンクっぽくなるからお家にいる時とかにささっとこう塗ってケアすることができるって思いました。今数回使ってる中でも私唇荒れなかったので、これはちょっと使い続けていきたいなと思います。もうちゃちゃって塗れるし、もうコンパクトでもうこうさっと塗れる感じがいいです。なんかこの繰り出すところがカチカチカチっていう感じなので、一回出してしまうと戻らないタイプのものなので、そこは気をつけなきゃいけないなって思いました。あれ気になる方買ってみてください。なんか本当にこれめっちゃいいってよく聞くので、気になる方ぜひ急いで買ってみてください。続いてこちらリカートのナチュラルネイルカラー N の10番と23番を購入しました。このねリカートのネイルを視聴者さんからおすすめでかなり前にね教えていただいてて、でもなんか私が行く薬局にリカートのこのカラーのネイル売ってるところが全然なくて、ネイルオイルとかそういうのしかなかったんですけど、今回行った薬局にいっぱいカラーがあって、お値段も600円でそんなに高くなくていいなと思ったので、今回はずっと気になってた今のネイルは、これ友達にジェルネイルしてもらったんですけど、このね色がすごくお気に入りだったので、これに似たカラーミルクチョコレートカラーっていうこのカラーと、あとねもともとうちにゴールドあったんですけど結構もう古くなってきてて、ゴールド買い替えたいなと思ってたのでゴールド購入してきました。ちょっと今はねジェルネイルしてるので実際塗って色をお見せをすることができないんですけど、またこれ使った様子はインスタに投稿するので、ぜひインスタもフォローしてくださると嬉しいです。続いてファーズムのストレート&ダメージリペアヘアオイルっていうのを購入しました。なんかめちゃお店の目立つところに新商品みたいな感じであって、ヘアケア最近すごい興味があるというか、髪の毛がすごい乾燥しやすくって、なんかケア何がいいのかなっていうのでいろいろ使ってみてるんですよ。でまあこれ髪に合うなって思うものをたくさんあればあるほど気分で使い分けたりとかも楽しいしいいなと思ってて、でこれはお風呂上がりに使うものなんですけど、今回これを買ってみました。なんか見た目でもね可愛くないですか、なんかかっこかわいいみたいな感じ。ピンクと水色があったんですけど、香りが私はピンクの方が好きだったのでこっちを選びました。でもうこれね購入してから2回使ったのかななんですけど、髪の毛めっちゃツルツルになります。なんかこれは AIR サロン研修髪質研究20年革新のサロンプロダクトプラチナケラチンで新次元のツルツヤ髪へ変えててお家サロンで髪の未来を変える新ルーティーンって書いてて、うねり濃密ケアってとか、もうなんか本当に自分の髪の毛が乾燥しやすくって、かつ量がめちゃくちゃ多いのでドライヤーめちゃくちゃ大変なんですよ。でなんかこう中の方から乾かして、後で表面もこばーってやったりみたいな感じでやるんですけど、ちょっとでも半乾きになるとその湿気でこうちょっとゴワゴワしてきちゃうみたいな感じがあったんですけど、これはまあ半乾き良くないんですけど、これつけて髪の毛乾かして若干半乾きになってたとしても、ツヤツヤ、その後こうツヤツヤになってて、多分これのおかげだと思うんですよね。で私びっくりしてこれいいかもしれないっていう風に思ってます。まだねたくさん使い続けてるわけじゃないので、めっちゃ良かったとかこれめちゃめちゃおすすめってバンって言うことができないんですけど、これ使い続けてこれ本当にいいわって思ったら、毎月今月のお気に入りっていうのを動画投稿してるので、そこでも紹介できたらなと思います。4月はね多分まだ日が少なすぎるので、まあ5月とかになると思うんですけど、ちょっと使い続けていきたいなと思います。続いてユースキンのハンドクリームを購入しました。このハンドクリームは視聴者さんが何だかな、 YouTube のコメント欄かなか DM かで教えてくださったんですけど、すごい私が手荒れをしやすくって、もう春夏秋冬いつでもハンドクリームは必需品で、もうリビングにも置いてるし寝室にも置いてるし、各部屋にいつでも塗れるようにもういろんなところにいろんなハンドクリームを置いてるんですけど、なんかこのハンドクリームすごいいいですよって教えてくださってて、なかなかね発見できてなかったんですけど、今回おユースキンと思って見つけたなので即買ってきました。ちょっと使ってみようかなと思います。こんな感じでなんかめっちゃ黄色のクリーム、あ結構濃厚タイプやなと思います。あ香りは、あこれなんやろ、この匂い知ってる、これは絶対いいや肌に。
日々とか赤切れとか霜焼けにいいらしいので、なんかお薬みたいな匂いがします。なんかクリーム、ハンドクリームっていうあのクリーム独特の匂いじゃなくって、なんかツンってするような香りです。これは絶対肌にいいんだろうなって思います。ベッドに置いとこうかな、どうしようかな。結構しっかり保湿できるやつは寝る前に使いたいんですよね。教えてくださった方ありがとうございます。ちょっとこれで綺麗な手を保てるように頑張りたいと思います。こちらおトイレの掃除で使うドメストっていう商品です。このお掃除道具なんですけど、徹底除菌ウイルス除去って書いてて、除菌率 99.99% って書いてるんですけど、もう私おトイレ掃除といえばこれって言っても過言ではないぐらいこれが本当にお気に入りで、っていうのもなんかおトイレって結構黒ずんだり汚れたりとかっていうのがあるじゃないですか。もう毎日使うし、やっぱり綺麗な場所ではないじゃないですか。でも綺麗に保ちたいみたいな気持ちがあるじゃないですか。これをこうちょっとこうトイレの中にこうかけて、少し時間置いてからもう流すだけで、もうトイレの中の一番汚れる場所がピカピカになるんですよ。本当にいつもこれに助けられてて、磨くっていう手間もないし、とにかくちょっと気になるなって思う汚れのところにかけて放置しといたらもうピカピカになってるし、毎日じゃなくてもちょっと汚れてきたなっていう時にこの縁のところにガーってかけてしばらく放置してから流すとピカピカになったりとか、本当にこれめちゃめちゃいいのでリピートで購入しているものです。結構ね、香り的にはなんかハイターみたいな香りというか、そっち系の香り、塩素というか、なんかまあお薬感のある匂いで、なんやろ、だからこそこうお掃除しました感が出るっていうのをやっぱり主婦からすると達成感にもなります。便器の内側の除菌ウイルス除去洗浄、液を直接かけ 2,3 分放置後こすらず水で流す、5分を限度として完全に洗い流す。でこの原液を水1リットルにこの製品を一押しだから 10ml ぐらいを薄めて、それを布とかに浸して、それで固く絞って便器の外側とか蓋とかトイレ周りとかの拭き掃除とかの除菌除臭とかにも使えるそうです。私はいつもトイレの中身だけこれ使って、あの他の拭き掃除は使うものを使ってるんですけれども、まあ、そんな感じで、まあ、これこの原液を薄めてトイレ全体のお掃除にも使えますよっていうものです。あともう一つ、私がお気に入りの柔軟剤フレアフレグランスのフローラルスイートの香り、これを購入してきました。この香りが夫婦揃って一番好きなので、これを常備しておこうと思って買ってきました。これもね、もう必需品です。ロート C キューブのアイスクールっていうね、結構目がスカッとするタイプの目薬2個買ってきました。この前新しいの買ったんですけど、もうストックがなくって、この目薬ないとなんかこう編集中とか目がパサパサしてきたなっていう時にもすぐ刺したいし、いつでも安心感あるようにストック2個買ってきました。私はいつもこのアイスクールのこのタイプが好きです。もうこの目薬は70個は絶対使ってると思います。続いてこちら、ナイトミン耳ほぐタイムっていうのを購入してみました。なんかね、これすごいよく最近聞いててずっと気になってたので買ってみました。使用方法はね、こんな感じになってます。耳にねつけると、なんかそれがあったかくなってきて、耳がこうポカポカしてきて、なんかすごい眠りに入りやすいみたいな感じ、なんか寝つきづらい夜に耳からリラックスみたいな感じの商品で、すごく気になっててめっちゃいいって言ってる方もいらっしゃったので、これを買ってみました。わあ、そんなんあるんや、知らなかった、気になるって方はぜひチェックしてみてください。そして次こちら、ディフューザーの詰め替え用っていうのを購入してきました。なんか本体どこに売ってるか分かんなくて、詰め替え用がバーって並んでて、本体が隣とかになくて分かんなかったんですけど、まあ、こういう瓶とかやったら、あ、使ってなくて余ってるの家にあるわと思ったので、それを使うと思ってこれだけ買ってきたんですけど、洗面所いい香りにしたくって、洗面所に香り系のもの置いてなかったので、ちょっとこれ置いてみようかなと思って買ってみました。香りのスティックとオイルが入っているものらしいです。これはこちら、こんにゃくゼリーのレモンと桃味がセットになっているものを購入しました。なんかこういうゼリーってちょこっとパクッと食べたいっていう時があるので、これを購入してきました。あと梅ガムのラムネバージョンなんですけど、これ食べたこと何回かあって美味しいので、でレジの前にあったんですよ。これがもうあれほんまにダメですよね。レジの前にこうやって置いとかれると1個パッて取っちゃうんです私。本当にお店の戦略に負けてる。でパッて取って買っちゃいました。久しぶりに買いました。これ美味しいんですよ。となんか新発売のこのパイの実のクーリッシュのバニラ味のものを買いました。パイの実って美味しいし、絶対絶対美味しいクーリッシュのバニラはと思って買いました。柔軟剤は、うん、ここに入れとこうと思います。ドメスターもよく使うので、もうトイレのここに、これはもうないのでここにもうすぐ使えるように置いときます。
くのオイルを洗面所のこの真ん中のここに入れとこうと思います。はい、ということで今回ドラッグストアで購入してきたものは以上になります。少しでも何か参考になったり、あ、こんなものあったんやとか気になったものがあればぜひ参考にしていただけると嬉しいです。またちょっとでも、あ、そんなん買ったんやみたいな感じで楽しんで見ていただけてると嬉しいです。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタやツイッター、楽天ルーム、 LINE ライブや LINE もあるのでぜひ概要欄から見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。